素晴らしいものと主は与えてくれた主は素晴らしい私たちの救い主よ主は素晴らしい主は素晴らしいなんてなんて素晴らしい誰も今まで見たこともなく見たこともない何より素晴らしいもの主は与えてくれたイエス様素晴らしい主は素晴らしい私たちの救い主イエス様素晴らしい主は素晴らしいなんてなんて素晴らしいあなたこそ我が子は我が子はI'm not afraid to die.
ことまで全てを収める主よ、あなたは本当の神、ちゃんと信じる心なるし、多くのため多くのために、その you
時は私たちを導く知らなかった私たちにも前を進みく昼も夜も行く窓精霊の炎の前に説明の炎が燃えるこの街に燃えられる心という祭壇に聖霊の火がつけられて、そして聖火ランナーがその火を持ち運ぶように、私たちはその聖霊の火を持ち運び、また撒き散らし、この町中が聖霊の炎と油で満たされ、それは神の愛がこの国を覆う、この町を、東京中を覆うということです。一体誰がこの神の愛をこの世界へもたらすことができるんでしょうか。神ご自身でしょうか。神はご自分でできるにもかかわらず、あえて私たちを選び、先に救われた私たちを用いて神の愛をこの世界に生かしたいと願っておられます。今日も私たち、くすぶっている私たちであったならば、聖霊の火がつけられて、聖霊の油に満たされて、この礼拝の場を通して祝福を受けることができるよう、しばらく一緒に祈りたいと思います。私たちが悔い改める必要があったら、その悔い改めを通して聖霊が私たちの豊かに働いています。風が、雨が、油が、そして火が、聖霊様、私たちを満たしてくださるように、しばらくご一緒に祈っていきたいと思います。感謝を持って悔い改めて祈っていきましょう。具体的に悔い改めて祈るときに神が働かれます。よりは天のお父様、ありがとうございます。一週間内容の中で信仰や、また神様、私たちがあなたを忘れてしまったり、愛の心を失って軽んでしまったことがあったりもして、人を裁いたこと、許さなかったこと、あなたの恵みに頼るのではなく、自分の力で頑張ってあなたを押しのけてしまってきたこと、神様、自分の力で自分を高くして神のもとにへりくだることを忘れてしまった、さまざまな神様、あなたとの関係を神を神としなかった心だったら許してください。
あなたを信じきれなかった信仰を許してください。そしてあなたの愛がもう一度私たちを許し、広げ、きれられて、そしてあなたの喜びあふれた礼拝となることができます。この礼拝の中で私たちを回復させてください。神様、お願いいたします。ハレルヤ。神様、今日の仕事の上に、今日の一日の歩みの上に、今週の歩みの上に、神様、あなたの力で勝利と喜びが満ち溢れるように私たちを祝福してくださいますように、心からお願いします。イエス様の名前を感謝してお祈りいたします。我が力なるし、我を広げたを主なたれ、我が全て心を満たして、あなたを求める、主なたれ、
おりますけれど、どうぞ神様、大島があのような巨大な甚大な被害が出てしまいましたけれど、神様、それに心を痛めつつも、どうぞそのような被害が繰り返されないようにお願いいたします。そしてまた私たちのこの東京の日本全国どこにあっても台風の被害から守ってくださり、私たちの人生がこの実際の台風のような嵐が吹くことがありますけど、そのような試練から、火のような試練から、嵐のような試練からも私たちを守りくださり、どのようなところにいても人生が山のてっぺんでも谷底でも平地でもいつもあなたが共にいてくださり、私たちを支えてくださることを信じて感謝いたします。イエス様がどうぞ私たちを今日ここに集めてくださいました。一人一人とともに、またインターネットで礼拝する方々とともに、今日来ることができなかった方々の上にも神様覚えてください。愛する主イエス様の皆により感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。一緒に賛美をしながら、賛美歌の歌詞に、本当に、心を、現れ清められ、神様に目を向けさせていただくことができたなと思います。今朝の、ブログというか、日記にはですね、安息することの大切さを、記しました。聖書はこのように語っています。あなた方は、一週間のうち、6日間は仕事をしなさい。そして1日は、何の働きをしてもいけない。忙しい人に対してのメッセージであり、また、のんびり続けている方々へのメッセージでもある。6日間働いて、そして1日を休む。これはですね、私たちにとって一番いいリズムであり、一番いい、ことなんですね。なぜならば、私たちを作った神様が一番いい状態を知っていて、そしてそれを教えられたからです。医学の世界でこんな実験をしたことがあります。聖書が言っていることが本当だろうか、1週間のうち6日間働く人、そして1日休む。で、その同じ人がですね、今度は5日間休み、5日間働き、2日間休む。週休2日で、5日間働くけど、2日間はゆっくりする。そして、1週間7日間全部働く。これをですね、何週間か繰り返した後に、どういう状態になるか。で、言うまでもなくですね、6日間働いて、1日休むのが一番良かったんですね。で、案外、5日間働いて2日休むのはですね、もっと疲れが取れるだろうと、思ったらですね、そうじゃなくてリズムが狂っちゃうんですね。2日休むと、次また月曜日リズムが狂っちゃって、その、リズムが戻るために時間がかかってかえって疲れてしまう。やっぱり神様が言われたって本当だな。それがですね、実際そういう医学的な実験で証明されたそうです。私たちは今一日完全に休むことができませんかもしれません。でも大切なのは魂の安息です。ここへ来て主を礼拝し、少なくともここへ来ている間は神様だけに目を向ける。そうするとですね、ここに安息があるんですね。魂の安息、主はこう言われます。魂に安息を得よ、休みを得よ。この場所に私たちが安息するために神様はこの礼拝を設けてくださいました。同時に神様もここへ来て安息されているんだということをですね、空いてる席のどこかに、いや、この場所いっぱいに神様も来てくださって、神様を私たちはお迎えし、神様を礼拝するんですけど、神様も一緒に安息してくださって、だから神様はですね、地球とその中に住める全てのものを作って、6日目に人を最後に作って、これも順番に意味があるんですね。いきなり人がいたんじゃないですね、食べ物もないし、空気もないし、死んでしまう。全部が整って人を作った。そしてその後に休まれたんですね。
見本を見せられた、どうぞ私たちこの日曜日の礼拝を大切にし、働いているとですね、大変だなって思うこともあるかもしれません。また外出ると雨が降ってるな、でもそのような中に、そのような思いや犠牲を払って神様の前に出てくる、ここにですね神様の祝福と安らぎが与えられるとそう信じます。特別な時間ですね、一緒に礼拝を捧げられることを今日も感謝し、イエス様に感謝の拍手を一緒に捧げたいと思います。それではイエス様ここにおられます、今日も神様の御言葉を通してご一緒に学んでいきたいと思います。今日はですね、一部と全部の関係という、メッセージです。この間からこの箇所を何度も繰り返していますから、全部を読む必要はないかもしれませんが、12章、31節は飛ばしましてですね、今日は13章8節から、13節までですね、この表題ともちょっと違った聖句の箇所も書いてありますけど、13章8節から13節、愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、威厳ならば読みます、知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛です。今日のメッセージ、一部と全部の関係、あるものは一部である、でもあるものは全部である、そういう関係があるんだ。まず第一番目に、賜物は神様の一部分であるということを知りたいと思います。神様ご自身は神の全部ですけど、賜物っていうのは神の一部分のことです。でも今見てみますとですね、予言とか異言、こういったものはやがて廃れるというふうに書いてあります。やみますと書いてあります。ということはですね、これらのものは、劣っているのか、そうではないんですね。それは素晴らしいものだ。でも完全なものが現れたら、つまり賜物は素晴らしいけど、神の贈り物は素晴らしいけど、神様が来られたらもう賜物なんか必要ないというか、されてしまう。まあ、ある人はですね、綺麗な自然の写真を見て、ああ一度行ってみたいな、でその写真をいつも見て夢を持っていたらですね、やがてその旅へ行くチャンスが出てきました。そこへ行ってですね、ああ綺麗だな、その自然を見ないでですね、写真を見るってことはないですよね。まあ、もしかしたら写真の方が綺麗かもしれないけど、いや写真は一部分です。全部はその自然です。でそれと同じように、神様は全部で、賜物は一部分だということを聖書は教えてるんですね。まあ令和によってなんかかえって話が分かんなくなっちゃったらいけないんで、あんまり、令和っていうのはですね、難しいんですね。まあ、建物で言えば令和っていうのは窓なんですね。で窓があるから中が見えるというか、まあ、中から外も見える。で窓ばっかりだとですね、なんか、土台だとか柱とかがなくて弱いものになってしまうんですね。まあ、お話の中に部分的に令和があると分かりやすいというお話をしましたけど、予言は廃れ、威厳をやみ、知識は廃れる。でこういうですね、賜物ということを意味してですね、あるキリスト教のグループはアレルギーを持つんですね。いやもう嫌です、結構です、予言はいいです、もう威厳も結構です。で
なんで予言を嫌う教会があるかというとですね、それは簡単に言うと教会が分裂したり混乱したことがあるからです。例えばですね、予言をするという人が出てきてですね、じゃあ予言したとしますよね。神様は今あなたにこういう予言があります。でその予言がですね、その人の心の中にあることかもしれないし、悪魔から来たものかもしれません。勝手に作り出した、頭で作り出したことかもしれません。でも神からのものかもしれないんですけど、こういうことがよくあるんですね。あなたはこの人と結婚しなさい、いくらいくら献金しなさい、神様はこう言われています、直ちに今やっているこのことをやめなさい、その人の心として言えばいいんですね。私はそう思うよ、この人と結婚しない方がいいと思うよ、こうしたらいいんじゃない、そう言えばいいんですけど、予言として言うとですね、引き目がありすぎるんですね。神様がそう言われるの、まあ、そうするとですね、それを、受け止めて、そこで教会がバラバラになっちゃう。牧師が言うこととその預言者が言うということがですね、違って、そういうことが起こっているんですね。それで、預言は嫌だという、グループの人たちがいます。まあ、これは仕方ないことです。でも、だから預言というのはですね、一つ言えることは、100% 当たらなければ本物の預言じゃない。そのことをですね、私たちに受け止めておく必要があります。新命記18章22節から20節から22節、新命記18章20節から22節をちょっと読みます。私が告げようと命じていないことを子孫にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるが、その預言者は死ななければならない。あなたの心の中で私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。だから聖書の言葉以外でこうなる、神がこう言われる、でもその通りにならなかったらそれは偽物だ。そんなことを、そんなものを恐れてはいけない。まあ、エホバの証人というですね、キリスト教の異端の宗教は、もうイエス様は再臨されている、エホバの神はこう言われたといってですね、いろんな教義をいろんな予言をして、団体は、窮屈な間違ったところへ今進んでいます。これもですね、いわば、偽予言です。あの団体の指導者を恐れてはならない。あそこにいる人たちをですね、本当に正しいキリストの愛で導いていきたいと、私はそう思います。皆さんどうぞ、この予言っていうのは本当にあります。でもその多くは軽々しいものであり、偽物が多いっていうことをですね、私たちは知っておきたいんですね。吟味することが大切ですね。本当にこれ神様からのものですか。牧師に相談してもらったり、あるいはですね、その予言を受けたときに本当にそれが実現するかどうか。予言というのは 100% その通りになるものだけが予言なんですね。私たちはそういう意味で予言をしっかりと見極めて、それをやっぱり大切にしていくことが大切だと思います。またもう一つですね、威厳に対する、これをカリスマ運動と、くくっちゃってですね、嫌っている教団、キリスト教の一派、そういうところになります。これはなぜかというとですね、一つは、それを極端に解釈してしまっている。聖霊を受けたらですね、威厳を語ったって聖書に書いてあります。2種類あるんですね。まず1種類では、例えば私が日本語で喋ってるのに、喋ってるつもりなのに気がついたら口が英語になっちゃって、私が語ってる言葉がですね、そこにいる大臣さんにも伝わる。あなた英語喋ったんですか。いや、一回も英語学んだことないんですけど。そういう威厳になります。もう一つはですね、見つかりの言葉、なんだかわからない、単純な言葉の羅列や、
ずっとわけのわからない言葉、そういう、言葉の威厳です、まあ、こういう威厳を語るのが今日多いかもしれませんね。で、この威厳っていうのは素晴らしいんだけれど、ある教団はですね、これを語らないと、聖霊に満たされてない、これを受けてないとクリスチャンじゃないとまで言ってしまうところもあるんですね。皆さん、威厳は一部分です。威厳がなくてもあっても神様はあなたを愛してるし、それがあってもなくても神様の恵みは変わりません。全ての人に同じ賜物を与えるだろうか、全ての人に癒しを与えるだろうか、全ての人に使える賜物を与えるだろうか、神は御心のままに賜物をください。皆さん、どうぞこの賜物をくれなかったと神に文句を言わないで、今与えられているもので感謝する。そして自分が持っていないけど人が持っているものを羨ましがらないこと、与えられたものにただ感謝すること、でこれはですね、一部分だということですね、ぜひ忘れないでいきたいものです。全部は神様です。神様を求めたらいいですね。アメン。神様の手だけ必要です、手以外は必要ありませんって言ったら寂しいですよね。全部あなたが必要です。で神様を求めたらですね、神様が持っているものも与えてくれますので、賜物の一部分、これは大切ですけど、全部を求めていく私たちでやりたいとそう思います。2番目、信者とキリストの体である教会、聖霊の働きが活発になるとですね、まあ、この教会でもそうなっていくことを願ってますけど、至るところで賜物が出てきます。顕著に現れます。そうするとですね、悪霊もどん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 働くんですね。もう悪霊っていうのはですね、聖霊の火を消す消防士みたいなものです。はあ、大変だ、聖霊の火がついた、これでどん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 人が救われていっちゃう、教会が進んでいっちゃう、だから悪霊が火を消す。皆さん、どうぞ私たちはですね、賜物は受ける価値がないのに神が一方的にくれたプレゼントだっていうことを忘れないでください。ある人はですね、素晴らしい賜物を、目立つような賜物を受けるかもしれません。で、その賜物をもらった人は特別な人だ、いや、癒す力があるって人は、これは特別な人に違いない。で、そういうふうにね、思いやすいんですね。でも、それは実はサタンの働きなんです。優劣をつけるっていうのは肉の罪の働きだっていうことを私たちは知ってください。そこで愛が壊れて、妬み合ったり、競争したり、争ったりして、教会が壊れてしまう。キリストの体である教会っていうのはですね、体なんです。手と足と顔とどれもみんな優劣はないんです。みんな大切です。女性の方でですね、眉剃りをされて、眉毛を描く人もいますよね。で、あれやった人しか分かんないと思いますけど、眉毛ってね、実は飾りじゃないんですね。顔の 1パーツじゃなくてね、例えば夏汗かくとですね、この、眉毛があることで、この汗が目に入らないで、この目をよけてこう言ってくれるんですね。眉毛が大変ですよね、もう目に入ってしまって、あの眉毛一つを取っても神様は、ちゃんと意味のあるものとしてつけてくれる。目の下にあっても意味がないんですね。目の上にあるからこそ意味がある。つまり賜物にはどれも優劣がない。皆さんが受け取っているその賜物を感謝し、人が与えられている賜物を素晴らしいと思う、比べないで、お互いに、力を合わせて何かをやっていく、これがですね、体です。で、私たちはですね、サタンが働くと、肉が働くと、どういうふうな考えを持つかというと、3つのことが起こってくるんですね。まず第一に自己中心。
2番目、万能感を持つ。俺には何でもできるんだ。そして3番目、依存心。不思議ですね。自分中心でですね、もう自分が世界の中心である。そして万能感を持つ。俺は何でもできる。でもその人がですね、依存的なんですね。人に頼る、人に何かこうやってもらう、ぶら下がる。まあ、これがですね、3つの三大、肉の働き、サタンの働き。皆さんどうぞ、私たちは自分中心じゃなくて、自分は一部分だってことを今日、確認したいと思うんですね。イエス様の頭です。そして私たちはその一部分です。全部ではありません。そして何でもできるんじゃないです。神がいなかったら何にもできないんです。でも神がいたらどんなことでもできます。信じてください。これ大切ですね。もう自分一人の力では何にもできない。でも神と一緒であれば何でもできる。そして私たちは依存するのは神様だけです。どうぞ神様にたっぷり依存して、たっぷり甘えて、たっぷり頼って、そして神様の愛を受けて、人に仕えて、いただくのは神様から、そして私たちは人に仕え、人に与え、愛していく、愛し合っていく。人からの愛を受けることも大切です。でも、愛していく、このことによって、体というのは、成り立っていきます。教会は決して人数ではありません。私がそう思うのはですね、規模が大きい教会で大変な問題が起こっている教会が今もあるんですね。今この時にも大変な問題が起こっている教会があります。教会の基本は体だってこと。この体が一体で一致して動くようにですね、私たちが今何人であっても、それがしっかりとできた後で、神様はこの場所に人を満たし、もっともっと人を増やしてください。どうぞ私たちは人数、そういうことに目を向けるよりも、キリストの体が何であるか、教会はピラミッドではない、教会は体なんだ、互いに愛し合う場所なんだ、みんな居場所があるんだ、競う必要はないんだ、自分の賜物と使命を発見して、それを一生懸命やっていく、そして力を合わせていくと伝道が進んでいくんだ。皆さんどうぞ、私たち自分の使命を発見しましょう。目の使命は見ることです。手の使命は握ったり握手をしたり、この手の働きですね。皆さんの使命は何でしょうね。あるんです。それを賜物を使い、全力で私たち行きたいものです。3番目、時間がなくなってきました。鏡にぼんやり映るものを見ると、顔と皮を合わせてみる。聖書はですね、鏡ということについて書かれました。12節。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。昔の鏡はですね、聖堂を磨いたんですね。なぜならば、低温でも磨けたからです。だから今のような綺麗な鏡がなかったんです。だから昔の鏡はですね、ぼやっとしか見えなかった。だから、そう言ってですね、鏡のようにぼんやりとしか見えない。でも、やがて、顔と顔を合わせたら、はっきりと見ることがある。今、私たちはですね、ぼんやりとしか神が見えていない。この聖書や、お互いや、教会や、また、神様の働き、集会を通して神をぼんやり見ている。でも、やがて私たちは、顔と顔を合わせてイエス様と会うことができる。その日を私たちは楽しみにしながら、どうぞその日まで私たちは互いに愛し合ってですね、進んでいく。今は一部です。やがて全部が分かる。だから天国って楽しみですね。4番目、信仰と希望と愛。聖書はですね、信仰と希望と愛、この3つが残ると語りました。13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと書いてあります。
信仰、希望、愛っていうのはこの世の中でいつまでも残ります。必要です。信仰って何でしょうか。目に見えない、何の可能性もない、これ大切ですよ。それが何の可能性もないのに、目にも見えないし経験上何の可能性もないのに、神様がそういられた、だからできると信じることです。だから信仰ってすごいですね。そして信仰の通りになる。私たちの考えではできそうもない、とてもじゃないけど無理、でも神がそう言われた、だからできる、そうなる。イエス様はそうこう言われました。あなたの信じた通りあなたになる。勝手に信じるんじゃないんですね。聖書が言われたことをその通り信じたらその通りになる。まあ、神様はですね、32,500種類の約束を聖書で書かれました。まあ、32,500種類のメニューがあるみたいなものです。皆さんがそのメニューの中から、神様これをください、これが私に必要です、そのために必要なのは信仰です。で、希望は何でしょうか。まあちょっと似てますけど、必ずそうなる、星みたいなものですね。私たちを励まし、私たちを照らし、私たちを導く神様は、私たちに希望を与えます。希望の神だと言われました。そして愛は何でしょうか。愛は私たちを励ます力です。そのままのあなたを愛している、そして私と共にいる、大丈夫だっていう力です。愛は時々私たちは大丈夫じゃないって思えるんですね。私はダメかな、もうこんなもんかな、私は見捨てられたかもしれない、もう私の人生はもうこれ以上良くならないな。でも愛はどんな時にも私と共におられ、愛の神様はどんな時にも私の側に立っていてくれるんですね。皆さんにはそういう友達がいますか。ある時には味方してくれますよね。でもある時にはいやーそうは思わないなってそっぽ向いてったり、敵になることもあります。でも神様はどんな時にも私の味方であり、私の側に立っていてください。私と共にいてください。皆さん、この愛が安心感を与える、信仰と希望にハーブをかけて私たちに進んでいくことができるんです。そしてやがてですね、私たちが天国へ行ったら、もう信仰も希望もいらないんです。天国には神様がおられて、どんなことでもできる。神様の御心がなる。そして神の愛が満ちているからです。だからそこにあるのは愛だけなんですね。もう信仰も希望も祈りもいりません。天国へ行ったら。神を賛美することと、神の愛をが満ち溢れ、神の愛の中に生きていく。その天国にやがて私たちは必ず入ります。必ずです。そのことを信じてください。ついそれを忘れてしまうと、私たちはこの世の中でこれが全てであるかのように思ってしまう。これは一部です。この世は過ぎ去ります。やがて永遠に作る、最後まで残るのは天国であり、私たちが行く、私たちに与えられた永遠の命です。どうぞそこへ向かって、私たちは一人で行くのではなくて、たくさんの人を連れて伝道しながら、伝道に命を捧げて一緒にそこへ行く、皆さんそれが教会の働きです。どうぞ私たち今週も私たちの人生の中でこのイエス様の愛を分かち、私たちの持てるもの命を捧げて伝道し、一緒にあの天国へ行く人をですね探していきましょう。天国に行った時にですね、日本人がいなかったら寂しいですね。いや 1% しかいませんよ日本人は。あなたのおかげで天国へ来れましたっていう人がですね、たくさんいた方が楽しいですよね。皆さんどうぞ、私たちの家族や友達、伝道していく人でありますようにお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。
この世は一部です。目に見えるもの、賜物も一部です。全部は神様であり、天国であり、永遠の命、やがてそれが私たちに与えられます。そのことを信じ、私たちはイエス様の愛を伝え、伝道しながら歩んでいきます。神様、どうぞ私たちにこの人生、一回の人生を導いてくださいますように、心からお願いいたします。愛するイエス様、ありがとうございます。私たちはそこへ導いてください。キリストの弟子となり、伝道するために私たちの人生を捧げ、人々の救いのために祈り、イエス様の愛に生きることができるように、神様、私たちを導いてください。お願いいたします。一人一人のミッションを確認させてください。一人一人の使命を知って、どうぞぼんやりただ生きるんだ、その使命に向かって命を懸け、イエス様と共に今週も進んでいくことができます。兄弟姉妹のその一週間間を祝福してください。疲れたら癒してください。傷ついてたら癒してください。神様のこの愛でもう一度聖霊にある喜びで、喜び、希望、平安で満たしてくださいますように、お願い申し上げます。心から感謝いたします。心から感謝いたします。皆さんも一緒に祈り続けてください。神様の愛が私を満たし、神様の愛に生きることができるように、この一部にとらわれない、一部のこの世の中に全て軸足を置くんではなく、私たちは天国へ進んでいるということをもう一度確認しながら歩んでいきますように。天のお父様、どうぞ私の会話の願いをちゃんと見ながら、何よりも永遠の滅び、地獄、その裁き、それははるかに比べられない恐ろしいことです。神様、私たちが先に救われた私たちが、神様、その火の中から人々をつかみ出し、人々を永遠の命、天国へ連れていくことのために私たちを用いられますようにお願いいたします。そのために自分のことで精一杯になりやすいと思うんですけど、神様は私たちの生活を助け、私たちを支え、私たちを強くし、私たちを霊的に子供の状態から大人の状態に引き上げ、成長させてください。神様、強い弟子、兵士となっていくまでに、神様、どうぞ一人一人祝福してください。愛する神様、ありがとうございます。お一人一人を祝福してください。お一人一人を祝福してください。愛する主様の皆により感謝します。感謝します。アーメン。皆さんで一緒に神様に感謝の拍手を捧げていきたいと思います。喜びと感謝の心を持って、元気を捧げていきたいと思います。まさきさんは今日、お仕事ですよね。2時間ね、適当に抜けられると思いますけれど、まさきさんの上にも、祝福をやりたいと思います。一緒に賛美いたしましょう。392番だったから、神は一人を頼むほどに成果、ご主人さんとしては天下に従って参加したいと思います。神は
御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることによる
救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストになって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主イエスキリストは十字架にかけられる前夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰の心を持って一緒にキリストを味わっていきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げての血に言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。これを飲むために私を覚えなさい。信仰を持って心の内に共にキリストを味わいたいと思います。もう一度お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを心から感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に伝え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの名前により感謝してお祈りをいたします。アメン。そして賛美いたします。使い起こして、いつか日を伏して主を探し込み、Thank you.
私たちの人生にあなたは阿波父であられます。最も親しいかけがえのないお父さん、私たちをいつも見守り、いつも助け、いつも共にいてください。つい私たちが目に見えないので信仰が弱くなってあなたを疑ったり、またあなたを忘れたり、不安や恐れに苛まれることがあります。でもあなたはいつも共にいてくださいました。そして今もそうです。先に仕事を行きました正木さんの上に覚えてください。まずは彼の上に主の助けがありますように。神様、私たちの人生の中にあるすべての不安や恐れ、その原因は生きておられる阿波父である天のお父様を忘れることから来ます。あなたがおられたならば、あなたがおられるので、どんな問題と見えることも問題ではありません。どんな病や苦しみもあなたが解決してください。勝利されました。悪魔を足の下に踏みつけられ、そして悪魔を滅ぼされ、そして病を十字架で背負われ癒されました。呪いを身に引き受けられました。私たちが持っている、私たちの身に降りかかる全ての苦しみや負の遺産、呪いはイエス様が代わりに背負われました。今私たちの体から、霊から、魂から取り去って十字架につけます。あなたの十字架に明け渡します。あなたが死なれたので私たちが同時に応じてはない、その苦しみを今出ている剣、天のお父様、また私たちの人生を押さえつけるこの悪魔、敵にあるこの存在に対してイエスの名で命じる。今出て行け、聖霊なる神様、今私たちを伝えてください。私たちの心を強めてください。そして病が癒され、問題が解決し、祝福し、願った祈りが応えられていく神様、その祝福を今与えられます。今私たちにその祝福を与えてください。一人一人が神様、人生の中で必要としているその力を、慰めを、愛を今与えてくださいますように。愛するイエス様、今与えてください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたが今その愛で満たしてください。イエス様の愛で満たしてくださいますように。イエス様は私たちの神であり、お父さんです。お天のお父様、どうぞ必要のすべてを、その恵みを、祝福をお与えくださいますように。神様、共にいてください。あなたの愛で、あなたの祝福で溢れさせてくださいますように。聖霊に満たされよ、天のお父様、主よ、あなたの祝福で満たしてください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの力が望むように、あなたの力が望むように、イエス様の愛が今満ち溢れるように祝福してください。お願いいたします。神様、インターネットで礼拝する方々の上にも神様お降りください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございました。鈴木さんの上に覚えてください。神田さんや加藤子さん、また、なみちゃん、かおりちゃん、はなさん、神様覚えてください。八代兄弟、今晩、来られる予定ですけど、神様どうぞ、体調を整えてくださいますように、また、平野、ご夫妻と、また、高原君、藤島兄弟、神様、教会につながるすべての兄弟姉妹、神様どうぞ覚えてください、捉えてください。そして、また教会離れている方々も、また、今一時的に病気で来ることができない方々も、福田さんご一家も、神様また、一緒に礼拝できるように、神様癒し、解決し、その環境を整えてくださいますよ。イエス様、教会につながるすべての兄弟姉妹と共に、その、親族や、家族、病を癒し、また、イエス様を信じることができるよう、神様、親族の上にも臨み、構え、私たちの人生を導いてくださる、信仰の創始者、信仰を作られたお方、そしてその信仰通りに完成してくださる愛する主、イエス・キリストの皆により感謝してお祈りをされます。アメン。I love you. I 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 love you.Thank you.
何が強い、ちょうど休みだったんです。ありがとうございます。
水曜日だ。それは何よりですよね。ね、でも無理にね、あの仕事がなんとかなるんだからね、あいにはね。ラプレチューの賛美を持って祝福を乗り合っていきたいと思います。ごめんなさい。ラプレチュー神の恵みが豊かに注ぎ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 
一同とともに、そのご家族親族一同のように、インターネットその他メディアで一緒に礼拝した方々とともに、今のお持ちも余裕限りなくあらんこと、アメン。愛するイエス様に感謝の拍手を持って栄光を返したいと思います。アレルヤ。アレル。